ぴったんこカンカンは東京都千代田区帝国劇場にやってきました。日本のエンターテインメント界の聖地として君臨し続けています。さて今夜のゲストはこちらの方です。上から来た。戦う者の歌が聞こえるか、鼓動があのドラムと響き合えば、新たに熱い命が始まる。明日が来た時、そうさ明日が。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山崎久人さんです。山崎です。というわけで今夜のゲストは俳優山崎育三郎さん。先日奥様阿部夏実さんの妊娠を夫婦揃って発表し話題に。さらに育三郎さんといえば、昨年大ヒットしたドラマ「下町ロケット」で間野健作役を演じ、こちらもまた注目の的に。ロケット部品の研究に金も人も投入するくせに、私が開発していたスラエンジンは理不尽な制約ばかりの環境で夢なんか持てませんよ。そんな育三郎さんですが、黄金の美貌が国を救うなんて信じないさ。そうだろう。若手ミュージカル俳優のホープとして活躍。これまで名だたる作品と主要な役に抜擢され、一目置かれる存在なんです。さすがミュージカル俳優ですね。で、普段こういうことはしないんですけども。そうですか、はい、今日は。いや、階段の使い方が今日だな。はい、もう張り切ってやらせていただきました。ここ帝国劇場はミュージカルをやる俳優さんにとっては特別な場所ですね、はい、そうですね。もう歌手の方で言ったらもう日本武道館のような、はい、僕らミュージカル俳優にとっても聖地と呼ばれている場所ですね。そうですね、はい、今年もまた夏にエリザベートという作品でこのステージに帰ってきます。そうですか、はい、そして年末12月29日には婚姻届も提出して。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今日はいろいろお話ししたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参りましょう。注目の俳優山崎育三郎さんの素顔に迫る旅。まずはどちらでしょうか。さてまずは銀座5丁目にやってきました西五番街通りですが、はい、この辺りに育三郎さんがよく行くお店があると聞きました。そうなんです、ミュージカル帝国劇場も近いので、はい、舞台が終わった後にここでちょっと食事をするところがありまして。あら、誰と。はい、父です。あ父とですね、ごめんなさい、はい、父だけ会ってました、すいません。はい、こちらになります。串の棒。串の棒ですね。よく名前聞きますけども、はい、ここは銀座本店なんですね。そうですね、ここが本店で、ここが大体ここに。お父さんと一緒に来た、はい、父です。父と、はい、分かりました。じゃあ、はい、じゃあどうぞ。やってきたのは串揚げ専門店として名高い串の棒。およそ40種類バラエティに富んだ串揚げがいただける評判のお店なんです。とここで早くも気になることが。やっぱりあれですよね、はい、ごめんなさい、これは決して茶化してるわけではなくて、はいはい、お店に入る時とか、はい、こちらですとか言う時はやっぱりちょっと身振り手振り無意識なんですけども、はい、やっぱりちょっと綺麗な方がいい、美しい方がいい、好きですね。そうですよ、はい、ミュージカルっていうのはやっぱりたくさんのお客さんに喜怒哀楽が伝わるように、はい、そうですね。もう先ほども帝国劇場もやっぱり2000人ぐらい大きな劇場なので、はい、一番後ろのお客様まで届くように表現をしなさいということをもずっと言われて育ってきましたので、はい、ちょっと意地悪な言い方をすると、はい、大げさな大げさではなく、感情が高ぶった時に大きくなっていくということなので、大げさということはありません。ごめんなさい、失礼しました、はい、もし何か傷ついたのとしたら謝ります。あ、大丈夫です、はい、割と繊細なので、はい。安住アナ、言葉に気をつけてくださいね。いつも何を召し上がってるんですか。大体お任せでどんどん来るんですけど、特にその中でも僕が好きなのは、はい、アスパラと、エビですね。これぜひ召し上がっていただきたいな。いやー、楽しみですね、はい、美味しそうですね。でも串揚げ屋さんですからきっともっともっと食べますよね。そうですね、もうストップって言わない限りもどん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 来るので、食べ終わったらこの中に串を入れていただいて、串はこの
魚の中に入れてくる。そうです、魚の口の中に一つずつ入れていって。はい、育三郎さんおすすめのアスパラは丸々一本のグリーンアスパラに豚バラ肉を巻きつけ、アスパラの食感を残すよう絶妙の火加減で揚げます。そこへ特製マヨネーズをかけて完成。うん、とても美味しいですね。キメの細かい衣でアスパラの食感もちゃんと残ったまま、はい、はい、おいしい、うん、そして育三郎さん気になるのはこれ衣ついてるところまで食べ終わった後はどうしたらいいですか。あ、これも魚の中に入れていただいて。そうですか、はい、